泣かぬなら殺してしまえホトトギスの本当の意味は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の性格を表す教科としてホトトギスが登場するものがあります。その中で織田信長は泣かぬなら殺してしまえホトトギスに当てはめられており、その短期とされた性格が強調されています。でもそれって本当なのでしょうか？信長は本当に短期なんでしょうか？実際の織田信長は粘り強い性格。人間50年の陽極あつ森が好きだった信長は48年の生涯を本能寺で閉じました。しかしその生涯を見てみると、大きな声で怒鳴るようなことはあるものの、ことにあたっては非常に辛抱強い一面が見えてきます。嘘だ、ぶち切れて比叡山延暦寺を焼き討ちしたじゃないか。そんな風に思う人もいるでしょうが、信長はぶち切れて比叡山を焼いたのではありません。比叡山焼き討ちの前年、信長は朝倉義景と滋賀の陣を戦っていますが、この時に義景は比叡山に立てこもり、比叡山も義景をバックアップしています。信長はこの時比叡山に対していきなり恫喝するのではなく、お高田につくならば織田領の荘園を回復する、それもできないならせめて中立を保て、もし浅い朝倉方につくならば焼き討ちにすると記した朱印状を出しています。ところが比叡山は信長の丁重な申し入れを黙殺し、朝倉義景をかばい続けました。これは信長に中指を立てているも同然であり、コケにされた信長は朱印状の文言通りに比叡山を焼き討ちしたのです。感情的にカッとなってはいません。ただ信長は自分をコケにした比叡山の再興について許す気持ちはなかったようで、扇町天皇が108社再興の臨場を出したものの、信長が握りつぶしたと日吉大社の記録にはあるようです。少年時代から粘り強い織田信長。そもそも信長はうつけと呼ばれた少年時代から一面では真面目で辛抱強い部分がありました。新潮後期には以下の通りに書かれています。信長は16、17、18歳の頃までは特にこれといった遊びにふけることなく、馬術を朝夕に稽古し、また3月から9月までは川で水練をした。泳ぎは達者であった。その頃竹槍の訓練試合を見て、いずれにせよ槍は短くては具合が悪いようだと言って、柄の長さを5メートルから 6.4 メートルに揃えさせた。このように信長は馬術と水泳の稽古に長年根気強く取り組んでいましたし、市内訓練もつぶさに見物して、槍は長い方がいいと改良するなど創意工夫も取り入れています。また派手な衣装を着るようになった後も、市川大輔を召し寄せて弓の稽古、橋本一派を師匠にして鉄砲の稽古、平田三味を師匠に兵法、さらに鷹狩りを定期的に行い心身を鍛え、ただうつけとして遊び歩いてはいませんでした。今風に言うと鎖をじゃらつかせた服でハーレーにまたがり、高速を飛ばした後帰宅してシャワーを浴び、紺のスーツに着替えてポルシェに乗り換え、重役会議に向かう感じです。こういうきちんとした基礎がある人だから、延暦寺に対してもいきなりぶち切れたりしないわけです。泣かぬなら殺してしまえホトトギスとはひどい偏見です。そもそもホトトギスの強化の正体は、でもそもそも泣かぬなら殺してしまえホトトギスって一体誰が読んだ句なんでしょうか？そもそも五七七の強化は室町や戦国時代ではなく江戸時代に盛んになったので、このホトトギスが戦国時代に読まれたものではないことはわかります。だとすれば、誰が泣かぬなら殺してしまえホトトギスを信長に当てはめたかがわかると、この強化の意図もわかってくるかもしれません。ホトトギスの強化の元ネタはカッシーヤワにある。実はこのホトトギスの強化の逸話が記されたのは、江戸後期の平戸藩九代藩主松浦青山が表したカッシーヤワという随筆の中でした。それはどんな話だったのか。肝心のカッシーヤワには以下のようにあります。ヤワの時ある人が言った。これは例え話に過ぎないことではあるが、うまく人の性格を表していると思う。ホトトギスを贈り物にした人がいた。しかし泣かなかったので、三英傑は泣かぬなら殺してしまえホトトギス織田うふ、泣かずとも
泣かしてみせうホトトギス。法太閤。泣かぬなら泣くまで待てよホトトギス。大権現様。このように松浦青山のところに人が訪ねてきて、戦国の三英傑の性格についてうまいこと言った読み人知らずの教科があったので紹介したいと言い、それぞれ織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に固くして読んだ教科を書いたという、それだけの話です。ホトトギスは天保の改革の風刺？しかしそれだけのことであれば、訪ねてきた人の生命を伏せる必要はないはずです。おそらく松浦青山は、訪ねてきた人が幕府の大物で名前を出すと政治批判をしたと上げ足を取られることを警戒し、あえて名前を伏せたかもしれません。そうして考えると、ホトトギスを殺すという意味をリストラと考えると、天保の改革の頃の水野忠邦の政治に対する批判とも取れるかもしれません。実は織田信長は晩年になると働きが悪いとか、過去の失敗を理由に佐久間信盛や安藤森成、林秀貞のような重臣を容赦なくリストラしています。それと同様に、天保の改革の時の老中水野忠邦も大御所徳川家斉の下で腐敗を謳歌した汚職役人、水野忠厚、林忠房、見延持成、田口義行、中野清重らに所領や屋敷の没収、減俸、左遷などの厳しい処分を課し、それ以外にも旗本で68人、御家人で894人がリストラされたそうです。この水野忠邦を織田信長に例えたとすると、松浦青山と幕府重臣は泣かないホトトギスも使いようだよ、殺すばかりが能じゃないよと、暗に水野忠邦を批判する内容になります。ホトトギスの強化の真相は案外それかもしれません。三国志ライター、カワウソの独り言。結局水野忠邦の改革は行き詰まり、生活が苦しくなり、規則規則でがんじがらめにされた江戸庶民は憤り、老中を首にされた忠邦の屋敷を大勢で襲撃したそうです。本能寺のように屋敷が燃やされはしませんでしたが、腐敗役人に対し厳しくしすぎたことが大きな反発を招いた可能性もありますね。